皆様、こんにちは。政治エンターティメントニュースに関するチャンネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。写真拡大俳優の木村拓也47が13日、自身の美白、ウェイボーブを更新。昨日12日に一般女性との結婚を発表した。 ジャニーズ事務所の後輩の嵐、二宮和也、36、を、写真、二宮和也から、報道各社に送られたドラ焼きには、二野の,の文字木村は、おめでとうございます。と、中国語でコメントし、祝和也と記した。嵐の桜井翔、37、と、相葉正樹、36、も、ジャニーズ事務所を通じ、 二宮への祝福コメントを発表。この度の二宮の決断に関し、中学生の頃に出会った幼馴染みの一人としては、幸せになってほしいと願うばかりです。先友でもあり、大好きな親友です。親友の選んだ道です。二宮和也に、幸いやれ。相場と続く。